はい、おはようございます。2月13日の今日はね5時8分で相場解説させていただきます。昨日予測していた相場なんですけども、どういう風になってきたかというとですね、私はですね、エントリーした後下の方にぐーっと下がると思っていたんですよね。でロスカットラインを設けたんですけども、まあ、思う通りに下がったんで、こういう風にねゼロライン設定してロスカット食らってもプラスっていう風にしました。そしてもう一発ですね、下がっていただければ私の予測通りになって60ピップスということだったんですけども、残念ながらあっこから転換して上の方に向かった後、ちょっとね謎なんですけども、この二つですよね。大きな陽線が出た後、陰線を放って、で、まあ、お分かりだと思うんですけども、ここにゾーンがありますから、ここを跳ね返って上昇するっていうのは一つの流れかなと思うんですよ。ということでね、まあ、今回もロスカット食らったんですけども、結局はプラスで終わるというね、ゼロライン設定のおかげでございます。で、仮説の方は途中から大きく変わって、おそらくですけども、ここで大きなね、パウエル議長かなんかだったですかね、あの辺からもしかしたらコロナウイルス関連だったかもしれませんけども、何かの要因で、大きく今度はね上の方に転換して、でこちらのゾーンに従ってですね弾き返されて、ここから上昇に向かうような流れに変わっていったのかなという感じでございます。では1日というか日足から見ていきましょうか。日足の方がちょっとまずも持って申し上げたいのがこれですよね。この陽線がこれからですねじわじわと上の方に上がってきて、ここをブレイクして超えるようでしたらもうね日足も右肩上がりを続行と、しかもこれは結構長く続きそうですね。で4時間の方を見てみます。4時間はですねこちらの方を超えました。一つはね、でもう一つはちょっとずらしてこちらですよ。もうお分かりだと思いますけども、ここね、ここをもっといったらこれゾーンを作りましょうか。ヒゲから持ってきてゾーンを取って、このゾーンを超えるかどうかなんですよ。超えていくようでしたら大きく上昇して、さっきの日足にも影響するぐらいね上昇しますんで、買いで取っていきましょうということです。移動平均線もここをそこにですねぐっと上の方に展開して、ちょっと横ばいが入ったんですけども、改めて上昇するようなね兆しを見せていますよね。で1時間に戻ります。1時間なんですけども、今ここのゾーンは超えていったでしょう。で次ここを超えるかどうかが今日の争点になっています。ここを超えるようでしたらもうこれはねどんどん買いで、移動平均線もそうですけどもね、買いで入っていけばいいと思います。ちょっと買いですね。売りで取ろうかと思って昨日おととい考えていたんですけども、木曜日、金曜日と買いで取ることを考えていた方がいいと思います。本日は以上です。